蘭嶼の一蘭嶼は台湾本島の南東沖にある周囲 40km の孤島で台東県蘭嶼里に属する。かつては江東署と呼ばれた。別称はボテルトバゴ。台湾原住民の一つでフィリピンバタン諸島から移り住んだとされるタオ族4000人ほどが暮らしている。主要な産業はトビウオ類などの漁業とタオ族の伝統文化や祈願などの自然を生かした観光業。民宿が各部落にある。自給的なタロイモやサツマイモの栽培、養豚、養鶏が行われているほか、ヤギが放牧されている。蘭嶼小耳イノシシという小型の黒豚の発祥地。島の最南端には低レベル放射性廃棄物の貯蔵施設があり、その存廃をめぐって住民運動が起こっている。なお、日本ではしばしば蘭嶼島と呼ばれることがあるが、書は小島を意味するので、蘭嶼島とすると、蘭小島島という重複した意味になってしまう。ただ、地名表記の言語間翻訳の際には、意図的にこのような訳が行われている例も多く見られる。蘭嶼は、台湾本島の南東の太平洋上、緑島の南方にある、面積が 48.4 京平方メートルの火山島である。バシー海峡を隔てて、フィリピン最北部のバタン諸島と隣接しており、バタン諸島で最も北にあるマブディス島との距離は 99km である。島内最高峰は、江東山である。島内の大部分は山地で、海岸線は入り組んでいるが、沿岸部に若干の平地がある。全島にわたって熱帯雨林が広がっている。気候は熱帯雨林気候であり、年間の雨量は 3000mm 以上、雨天の日数は224日にもなる。昆虫、植物などに固有種、亜種が見られ、島の名前を冠するものもある。学名のランシューナやボトレンシスは本島を意味する。鳥居隆三による地図、台湾ルソン間諸島諸図。蘭嶼はボテルトバゴと表記されている。日本統治時代の絵はがきに見える、チヌリクランと呼ぶ木造船。蘭嶼飛行場台東から空路と水路で行く定期路線がある。日本から行く場合はまず、台北松山空港へ移動し、松山空港から台東空港に飛んで飛行機を乗り換え、蘭嶼空港へ行くのが早い。徳安航空が毎日台東から8往復程度運航しているが、満席のことが多く、前もって予約が必要。水路は、台東市内から金谷東客運バス等で富岡漁港に行き、高速船で海元港まで約3時間、途中で緑島に寄港する場合もある。船は1日置き程度に出ていて、席に余裕があるのが普通だが、事前に緑島の星などの運航業者に問い合わせて日程を確認する必要がある。島内には競泳の路線バスがあるが1日4便から2便と少なくバイクが主な地元の足となっていて、港や空港でもレンタルが行われている。台湾政府による紹介日本語の DVD やパンフレットも用意されており、自由に見学できる。徳安航空航空会社ウェブページ船便、検索サイト専有網蘭嶼号公所ホームページ。2011年5月11日閲覧半角、配慮蘭嶼民名店構想文鶴政府及び、大殿見直し元年定、千里町あり町承諾、台湾各配慮何さ、何十蘭嶼、緑色号構造、悪霊、オーキッドアイランドローン地図入、プロテスツ、アゲンストニュークリアウェイスト。京都、2012年7月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年9月30日閲覧。ありがとうございます。